お疲れちゃんスロットです。マグサク動画もやっていきたいと思います。ということで、前回ね、2000到達して、ロイヤルアリーナ行ったのかな？そう、それでね、なんと、セールが効いてるんですよ。こちら、ロイヤルアリーナブルーパーク、アルドルキングタクロブクロップグジエムラルドガスゴイ。さあ、いかちいやつですね。ウルキンはね、結構いいやつなので、普通に嬉しいですね。はい。で、ルール上課金はクラロアパスとセールのみありなので、これセールなんでね、はい、買っていきます。まあ、買うというか、エメ追加っすかね。今後もしかしたら、宝箱がセールできた時だけ買うように、まあ、1200買ってきます。ということで、アリルバリューパック。いや、マジで、ウルキンガチででかいね。さあ、宝箱の鍵。鍵は別にいらんけど。お金。ワイルドカード。いや、ワイルドカード結構熱いよね。気づきました。にゃー待って、これ。あ、これやばい。待って、お金とかになんないか。あ、よかった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 。さあ、まあ、これ両方使わないんで、支援台にしとくか。うわ、これは結構悩むね。普通にロイはね、ワンチャンあるな、マジで。いや、ロイはマジで、普通に可能性はあるんですけど、スケにするか。今もう集めてるんでね、絶対使うスケ。さあ、メガゴとホバは、メガゴの方が使う可能性高そうですね。あー、チャカゴ両方いらねー。さあ、ホグと墓石。ホグも使う予定はないので、まあ、墓石も使うかわかんないんですけど、まあ、使う可能性は高いので、墓石。うわ、いや、これ待って、マジで悩む。これマジで悩む。これやばいわ。本気で悩むわ、これ。いや、マジでやばいね、これ。どうしよう。ちょっと待って。俺、これ20分悩める。決めたわ。こっちだ。こっちでよかったかな。いやー、もう悩んでもわかんないんでね、枯渇に一本に絞るのはちょっと違うなと思ったんで、はい、ロリババにします。あとはウルトラ、これ結構大事っすね。でも出るカード限られてますね。4種類ですね。メガナイト、ウッド、ディガー、プリンセス。欲しいのはメガナイト。お願い頼むメガナイト、ウッド、俺に。オッケーオッケー勝ったガチでかい来ましたメガナイト。よし。いや、ほんと、メガナイト当たればもう何でもいい。ガチ何でもいい。さあ、これも適当に回収して。やばいやばいやばい、ガチやばい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 。ほんとやばいほんとやばい、ガチやばいわ。勝った勝った勝った。さあ、タル10にして、ボス機も上げる。で、メガナイト、強すぎる。ま、さすがにバルキリーっすね。あ、でもこう見るとね、ゴブリンバレルも、ワンチャン10にできたってなったらやばいね。でもトロ5000、6000とかを考えた時にゴブリンバレルは違うなって思いましたね。しかも、見て、ワイルドカードあるんで、これでメガナイトレベル上げます。さあ、メガナイト10。からの秘伝書あるんですよ。それ秘伝書で、これ11にして、ここの秘伝書取ったら、最悪もう一個上げる。12まではいけるっすね、今。でも今12にしたら、13にできないと思うんですよ、めったに。そう、だから、ここの4枚は自力で集めます。ここの4枚は自力で集めてからの、もう使ってが理想だね。そしたら13できるんで。そんな感じかな？いや、マジで熱いね。これ、メガナイトマジで熱い。これ使っとくか。ワイルドカードなんか、たまにゴールドになったりするの怖いんで、もうここで使っときます。マスケも使っとこう。まあでもガチ確実にで、ワイルドカードこれ2枚使って、もう9にして、はい、トロ2000体攻略です。100-0で負けません。行きましょう。いや、メガナイトやばいな。マジで、僕メガナイトマジで好きなんですよ。さあ、あとバレルも9に上がったし、いや、メガ10だもんね。えぐこれ、隠したがりやん。来ました。恒例。俺の恒例イベント、隠したがり。え、でも、待って、俺ナイトも結構レベル高い。うわ、普通に高い。え？待って待って。なんか。え？これが普通なのか、みんな。いやー、タルババもメガナイトも10、おもろいなー、なんか。ね。いや、でももうなんか相手がレベル高くて、意外とビビってる。いや、さすがに負けないと思うんだけどね。こんだけレベル高いと。あれ？ちょっと待って。本当に怖いかもしれないね、もしかしたら。今回の相手に限っては。さあ、このタル10でも、あー、ゴブリンバレルあんのか。しっかりね、確実に守っていきます。あとディガーのダメージ、どんだけ抑えられるかも大事だね。まあ、8枚プリンはね、しょうがないんだけど、できるだけ抑えたいな。墓石置いちゃおう。うん。さあ、ゴブリンバレル飛ばして、いやー、待って、相手、うまいね。
ね、全然普通に戦えてる。いやーこれはでかい、タワーに入ってる。いやーこんな戦いが続いてくんだね。いやー楽しくなってきた。さあ、メガネと銃で、これ樽は取っとかないといけないのか。俺どうしようかな。マスケ左でいいか。メガネと銃でしょ。俺このデッキで何に負ける。ラバとかラバル組まれて、でも言うてプリンマスケボスキファイボタルでもあるもんな。全然いけるな。負けるデッキちょっと思いつかないっすね。うん、よいしょ。いや拾いたい。でこれあれかな、プリン小物スケブファイボー。いやーしっかりしてますね。メガナイトね、出したい、せっかくなら出したいなね。だから普通にでも使う場面がないっていう、ただそれだけ。うん、でこれもスケブがね、基本出すとき裏に出やすいんでね、手前に投げるといいですね。いやそう、裏にね出やすいんですよスケブって。さあ墓石でディガー拾う。いやーいいね。でスケで2回受ける。よし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 。いやーよくやった、マジでよくやった俺。いやレベルなんかでも上げといてよかったね。いやメガナイト10のこのアーシンカインよね、最強だわこれ。俺今回ねいけるな。前回ユニレベとか全然覚えてないんだけど、やっぱこの本かクララパスとかがすげえ豪華になってるから、マジで6000狙えるわ。いやわかんないけど、あと4000、全然まだ半分もいってないんですけど、ちょっとね気持ち的余裕がね、こんなん絶対俺の方がユニレベやろっていう。やばいね。いやこれ楽だ。クラス、ね、あの、負け作か。負け作やるときいつもちょっとね、動画撮るの怖いんですよ、ほんとに。負けたくねーと怯えながら動画撮ってるんですけど、負けるわけがないやん、こんな。どうやったら負けられる？負け方教えてくれや。はい、メガナイト。格上メガナイトをやっていくね。いや、つえー。ガチでつえー。で、ここに、僕はインドラ欲しいっすね、あと。やっぱ格上に対して、火力がね、大事になってくると思うんで、マスキンドで結構火力は何でも対応できての範囲枠のメガナイトで、まあ施設誘導、墓石、公開点、まあスケワンチャン LSP とかでもいいのかな。でまあファイボータル的な。でも攻め手がねえかな、そしたら。結構そういう感じのデッキが理想かなと思うんですけど、いやワンチャンバルーンとかになってくんのかな。どうなんだろう。もしかしたら本当に枯渇でいく？いや、メガナイトマスケはね、マジで強いと思うんですよね。マスキンドはやりすぎなのかな。まあ、でも、格上に対して、普通に勝ちたいってなった時に、結構火力がやっぱ大事なんですよね。溶かすための火力と、まあ、削り方法ですよね。なかなかダメージも通んないと思うので、いかに削っていくかっていうので、まあ、防衛力も考えながら。マスキンドにするなら墓石がいらねえのかな。いや、墓石欲しいね。今めっちゃ強いからね。メガナイト、墓石、マスケ多分あれば本当に何でも止まるっすね。最悪インドラいらねえな、これ。いや、もうプランが見えてきましたね。主軸だけっすな、と。メガナイトの相方を何にしようかなっていう、マジでそれだけずっと考えてますね。マジで何にしようかな。メガナイトに合うってのもさ、ホグ、もうあれ、俺、あれにしようかな。ゴーストとか言うので、攻めるプラン。メガナイトの相方っしょ？普通、まあ、スケラー、ホグ、まあ、ロイホグ、バルーン、ゴブリンバレルとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、何がいいかな、ガチで。本気で悩むよね。やばい。まあ、いいや。主軸だけっすね。あと、メガナイトの相方。そういうゴブリンバレル系入れるのか。ワンチャン入れないでもメガナイト言うので勝つ。とかもあり。いや、削りきれねえか。そしたら。ワンチャンのね、相方ロイジャイも。まあ、個人的な推しはスケラで、
花宝来てなかったら多分100-0でバルーンだったんですよね。いや、バルーンでいいかな、ワンチャン。でも弱くなっちゃったっすからね、バルーン。そこがね、あれなんすよね。バルーンじゃないのかなっていう、引っかかりがあるっすよね。さあ、メガナイトレベル10。いつ見てもなんか美しいね。美しいとかで、なんか言っちゃうもん。やばいよね。キモいよね。やばいわ、これ絶対今までこんなファイブしなかった。メガナイト10だから調子乗ってる。さあ、えぐい。ガチでえぐい。いやー、で、タル、これ取っとくか。これタワー一発やれん、あ、やれるんだ。やれるならいいや、全然。うん。あ、でもうちのスキはボコされるっすね。いや、マジであの、コメントお願いします。あの、僕のゴッツプランが、メガナイトマスケ墓石。で、まあ、なんかそんな感じなんですけど、合いそうなね、相方。スケラー、スケラかスケラーバルーン。ワンチャンマジでゴブリンバレル。ホグとかもね、全然ありなんだけどね。なんか、いい案あったらマジで採用します。はい。なんもプレゼントないですけど。助けてください、僕を皆さん。さあ、もう今回ないと、まあ言うて高い方っすもんね。僕がだってこれ課金してなかったら普通にしばかれるぐらい、インレベル高いと思うんですけど、課金してるんで低いっすね。さあ、エッチなタラババ、すべてが空振りそう。いやー、銃強っババの。ね。いや、マジ、メガナイトマスケ墓石。いや、もうスケラかバルーンやないかい。似たかですね、ぶっちゃけ。古城ババとかはさすがにないよね。スキラカバルーン。まあ、ゴブリンバレル、もしかしたらワンチャンあるのかな。でも、枯渇要素がないんですよね。そしたら、このデッキに。マスケ使いたいんでね。あ、え？わかった。コウモリをレベル育てて、メガナイトマスケコウモリ的な？で、ゴブリンバレル。墓石。え？天才俺。ガチで天才か？いや、デッキ考えるの楽しいな。マジで切ないっすか？メガナイトマスケ、墓石コウモリバレル、スケ、結構回転早めで。高回転メガナイト枯渇だ。いや、それだ！ガチで。まあ、大型に戦えるようにすればって感じか。ってなるとまた1からコウモリと、まあ、ゴブリンバレルを結局育てなきゃいけない感じになるのか。いやー、もしかしたらタルババじゃなくてゴブリンバレルだったのか。俺2択外した。メガナイトこんな早い段階で手に入ると思わなかったかな。ね、ワイルドカードと結構いい感じになってる。いや、もう、強え、これ。いや、これなんですよね、メガナイトの強み。こういうぐっちゃぐちゃなのを全部もうぐっちゃぐちゃにできる。よりね。でさ、ゴブリンバレルも、相手なんもなかったらぶっ刺さり案件だからな。気持ちいい！ガチで気持ちいい、クラロア。本当に。クラロアで気持ちいいってもうやばいよね。一種の病気だよね、もう。さあ、ぶっ刺さりのキングも降りたいですね。タルバババレルしちゃうか、橋前メガか。これタルだけで守れそうじゃない？だってうちのタルレベル10だもん。耐えるんじゃね？はい、壊れ。これゴブリンバレルからの真ん中メガで GG かな。ウィザードで前半行かれ、ゲーミングだけやめてほしい。無視。さあ、ネクロ。いや、お願い。もう、ちょっちょと貸してほしいんだ、俺は。まあ、解けなかったら、こうします。よしこーい。おい、ナイス。いやー、ちょっと早く他の周りも育てたくなっちゃうっすね。ユニレベね。
さあ、ということで、引き続きやっていきますか。なんかデッキちょっと考えたんですけど、わかんないですね。何がいいのか。僕には無理です。さあ、ナイト7です。勝ちました。さあ、順調ですね。やっぱメガナイトがマジで強い。これはね、俺が負けるときがあんのか。さあ、豚が手に入る。豚？いらないか。いやもう最初の方のね、負けそうだったのが嘘みたいですね。てかもうセールがガチででかいわ。本当に。ウルキン 600M はやばいね。やってるわ。わあ、これやばい。拾えねえんだ。そうだ、ディガーの位置がね、いい位置すぎた、これは。やば。ちょっと待って。相手普通にやっぱレベル高いね、でも。俺が相当高いと思ってるんですけど、なんならこれが普通ぐらいな。うわぁ、しかも、えぐ、待って、ウッドディガー持ってんだけど。うまくね？俺の相手。今のウッド。ウッド使った、あの、バルキリーでしっかり受けてくる。あれは踏みたいなぁ、ぶっちゃけ。それまでのカードサイクルが、どうしよう。で、タルでもいいか。いやぁ、ゴブリンバレルとか飛んできてやばいな。待って、やばい。ガチやばい、お前やめろ、マジで。痛い。あぶね、メガネ強っ。すべての、今の。ね、バルキリーの大ピンチを、もうメガナイトが全部こう、なんとかしてくれたね。飛ぶんじゃね？にゃー、さあ、飛距離が伸びるんです、メガナイト君。ハシメプリンでこっち削っちゃおう、ウッド使ったんでね。いやー、メガナイトでタワー折れるんだな、これ。あー、なるほどね。あんまないんですよね、そのメガナイトって別に無視しても折られないんですよ、普通。まあ僕のトロタイというか、多分それがどうなんだろう、折られる、メガナイトでただ折られるもんなの、折られないんですよね、僕の知ってるクラローは。そう、メガナイトでまあユニット処理とかしつつカウンターには繋がるものの、メガナイト単品でただ折れることはめったにないんですけど、もうメガナイトでなんのもんね、勝てちゃうっすね。すごいわ。いやー、つえ、ガチでつえ、こいつ。いや、こっから勢い上がっていくなー、これ。マスっすよ、スピード。もう気づいたら3000とかなってるっすよ、秒で。4000、5000、6000。いやー、それは無理だ。落ち着け、俺。ただ、タワレベもプラマ1ぐらいしか当たんないんすね。ゴブリン6。あれ？これもしかして。エッサー。あなたは私の、エッサー。ハシメンプリンでキングいっちゃえ。さあ、もう格下しかいないですね。はい、もう格下狩り動画多分1週間ぐらい続くんじゃないかなと思いやす。おーい、スタンプは熱いやん。続いての格下。え、待って待って、やばい、タワレベ9来た。やばい、ガチでやばいかも。え、格下狩り動やろうと思ってたんだけど、タワレベ9だけはちょっと話が違うね。マジで普通に話が違うよね。ちょっと怖いね。一旦ね、スケでまず2回受けからのメガナイトはもしかしてペッカとかいた時に困るんで温存です。もう使っちゃいます。ランバー10ね。なるほどね。これまあメガナイトバレル組んでプリンもいるんで、どっかはダメージが入るっすね。そう、うわー、怖え。タワレビ9、いやー、さすがにバカ入るね。ウッド使った。で、ハシメプリン。嫌がらせ。コストがないよね。いやー、いいね、いいね、いいね、いいんだけど。怖いな。9だ。初の9ですね。タワレベ。あー、そういうのマジで嫌だね。もう俺がタルババを裂くでしょっていうタイミングのこのスケブ追加。うまいやん。てか待って、スケブ。俺まだね、始まってタワー一本もられてないんだよね。さすがにおられはしないと思うけど。うえい、レイジ防衛。レイジ防衛ちょっと癖になってんじゃん。ね。どうせ打ったるかな。プリン出すなら始まりっすね。いやー、君もしかして読んでる？たまたま？どっち？どっちなんだこれは。やばいね、でも。この余裕をかますようなウッド。さあ、墓石を置いて、一旦休憩。いやー、タラビキちょっとビビったっすね。まあ、さすがにもう序盤に一本折れたんで、
守るだけならさすがに負けないっしょ。メガナイトもあるしね、鉄壁っすからね、陸に関しては。うん、なんならあれ降りに行きたいな、俺ぐらいになると。でミニペッカ用にスケルトン出して、いやー突破して、これ、え待って、やべ多分おられてる、待って待って待って、これあれだ、コメントでサムネ用に、サムネで使ってたらサムネ用にタワー1本上げてて草って言われるやつだ。あー危ない危ない、そんなつもりはない、俺だってキング降りたかっただけだもん。イージー、おいダルビキューでビビらすなよ、ビビんだよそんなんじゃ。11持ってこい、11。ふぅ、でも自信になりますね、ダルビキューに勝てるんだっていう。じゃあ10来たら焦ればいいねっていう、9来たらちょっと楽しめるやんぐらいの感覚でやっていける。さあもうタワー7なんてね、こうよ、くらえ、霹靂一閃、しゃあ決まってく、どんな技でも使えそうだなこれ。しゃあ次勝てば2300でアリーナ上がるっすね、やば。さあ勝てば9300、ハードワーク、しっかり働いてくれ。さあタルベ8、一旦様子見、はしまいプリンは、あーファイボっすね、このタルがない時のファイボカバーがでもいいですね。さあ安定のゴブリンバレル、あーちょっとレベル高いですね、これでウッときたら結構シワめ、あー危ない。さあここはさ、え待って待って、俺デッキ間違えてる、えやばいやばい、え待って待って待って、デッキが違う、デッキが違う、なんでなんでなんで、あれだ、えちょっと前のデッキだ、え待ってガチやばい、本当にやばい、メガナイトご覧、待って待って、ガチやばいガチやばいガチやばい、本当にやばい、えやばマジで怖い、普通に怖い、うわーめんどくさいなーそれ、うわーやばいこれ怖っ、多分大丈夫そうなんですけど、何を根拠に、なんとなく、うん、いや多分大丈夫だと思うんですけど、危ねえこれやばい、気をつけなきゃね、なんかデッキスロットずれちゃったのかな今、やばいっすね本当に怖いわガチでね、こんなんで負けた時よ、もうプリンいかれるしさ、いやーよかった、デッキ間違えても前まで使ってたやつでね、ある程度ユニレベあるからさ、よかった、これガチの初期デッキのさ、ユニレベも1とかしかないようなデッキだったらオアだったよね、いや怖すぎんだろう、えぐいってマジで。いやでディガーもプリンも10はいいな、うらやましい単純にね、やばいね怖っ、これ気をつけなきゃな、デッキスロット全部同じにしとくか、事故らないようにね、なんか1個だけ変えてるとかだとさやばいね、本当に全部最強デッキにしとかないと、スロット5つあるからね、なんなら5つあるのがめんどくさいぐらい。さあ懐かしのジャイバスケ、俺こんなことしてたの、弱いというか、弱いとか言ったらちょっとあれだけどね、こんなのしてましたね、すごい昔に感じますけど、本当になんなら数日前っていうね、いやーこれメガナイト絶対強いじゃん、こんなん考えたら、あれでもこのデッキも意外と強いね、あーでゴブリンバレルとかも入ってないから、相手がねめっちゃ防衛うまいとやばいやんちゅうや話だよね。さあいやーこれでもキング折れそう、でも折れねえか。さあさあ、いやでも本当に良かったです、無事にこれ勝てて良かった、そしてなんならあれかな、7-3かな、これでよし。いやこれ負けてたらどうしたものかだったな本当にね、土下座してみんなに許してもらうとこだった。あぶねえ。さあ、7300。嘘です。2300。到達です。フローズンペック。さあ、ということで、セールが来て、にゃい。来てないっすね。これはもうセールとちっちゃうっすね。はい。アリーナセールとか何周年セールちょっと欲しかったですね。また多分来ると思いますね、後日。この勢いで明日もね、やっていきたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。高評価も待ってます。お疲れちゃんです。またね。